どうもでーす。はい。はい、これ、カジュアルタの部屋ね。あら、ちょっと、一回さ、はい、ラジオを全部丸々流したことやりましたね。ちょっと今日は、ちょっとリクエストもあったので、はい、今ちなみにラジオ撮ってるんですよ。はい、で、フリートークの、オープニングトーク終わって、うん、で、お悩み相談も今終わって、はい、今から歌のコーナーが。歌のコーナーですよ。はい、歌のコーナーだけ、ちょっとお見せしようかなと思って。なるほど。これぶっちゃけ大人の遊びやん。まあまあそうですね。そうそう。それをちょっと大人の遊びを見てもらおうかな。はい、こういう時に誰が出るのかね。はい、初めての方はね、実際こうやってサイコロ作ってるんですよ。名前書いてて。で、これを振って決めるっていう。はい。もうリアルをお届けしてる。うわー、すごい。それやっていきましょう。やりましょう。はい。じゃあ行きますね。はい。はい。じゃあ行きまーす。はい。これね、カメラ撮っててね、ここのマイクでラジオ撮ってます。そうですね。それでは行きまーす。はい。さあ、では、はい、歌、いきますか。いきますか。まずは、歌い手の方を決めたいと思います。歌い手や。最近セッション出てないね。セッション出てない。ああ、でも、僕とトンボさんそうそうだね。あったか。はい。一週、二週前ぐらいかな。前回のトンボの歌が強烈やったから。そうだ、前回常が。あ、でも、はい、僕は、僕編集してるんで。あ、聞いてくれた。聞いてます。ああ、そうかい。面白かったよ。面白かった。本当に。嫁作が代わりに出てくるって言ったんですけども、今日は果たして誰が歌うのか、はたまたセッションが出るのか。はい。いきます。こちら、あ、セッションセッションセッション出ました。セッションが出ましたんで、はい、今からじゃあ2人ですね。はい、まず1人目の歌で、はい、この方、あ、中野くん、あ、中野くん、中ちゃん出たね。これはいいね。これはいい。セッションの中野くんはいいね。いいですね。セッションの中野くんでも攻めないよね。基本預けちゃうから。いや、ただ最近はもうスナックでめちゃくちゃ歌う。あ、そうか。一番歌ってんじゃない？そう。期待できる。確かにデュエットとかしちゃった。一番セッションしてるもんね。セッションしちゃった。じゃあ今日はもう引っ張っちゃってよ。期待できるね。じゃあもう一人いきます。中野くんと歌うのはこの方、つねや。いや、これ超嬉しい。中野くん、これはいいですね。これいいね。はい、いいコンビだ。ヤスタケ出えへんね。そうですね。本当にしばらく出てないね。歌のタイトルばっかり出る。タイトルは出るんだけど。じゃあ、爪と中野くんのセッションで、はい、タイトルはこの方です。はい、爪自分で。これ、フリー苦手。いろいろ面白い。いやー、いいね。どうしようかな。じゃあ、つねさん行きましょうよ。はい。というわけでございまして、はい。何の話しましたっけ、今日は。今日はいろんな話しましたよ。はい。オープニングから芸能人の話しましたね。何よりもね、今日頑張ってほしいなってね。そう、幼稚園の先生。幼稚園の先生。はい。いろいろ。ぜひ皆さん、本当に頑張ってください。ちょっと待って、皆さんってもう、聞いてる方々、皆さん。うん、これから、うん、はい、一生懸命、我々下手者と共に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。はい、というわけでございまして、はい、歌うのが、はい、私と中野くんで、はい、はい、はい、歌のタイトルが、はい、ハイパースプラッシュ、ハイパースプラッシュファイター。お願いします。ファーンで始まる戦いのスタート、戦いのスタート、ワンツーワンツーワンツースリーワンツーワンツーワンツースリー、これは俺のコンビネーション、君はどんなコンビネーション、どんな聞かせておくれ、ワン、ツー、スリー、フォー。 Hey、 俺のコンビネーションは汗が弾けるほどの激しい、まるでスプラッシュのような、なるほど、コンビネーション、ワン、ツー、スリー、フォー、イエーイ。その汗を受けた俺はまさにスプラッシュファイター。ヘイヘイ、ワン、ツー、スリー、フォー、イエーイ、ファイブが出るぜ、イエーイ、おい、お前かかってこいよ、ヘイ、カモン、ワン、ワン、ヘイ、カモン、ワン、ツー、ヘイ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 、カモン、ワン、ツー、これが
俺たちのハイパースプラッシュファイティングポーズ Hey! ワン、ツーワン、ツー、スリー、フォーファイブ。これはね、これはちょっとどういうジャンルなのこれ。実はですね、はい、今ですね、はい、ラジオのリスナーの皆さんね、はい、今日ちょっと僕がね、はい、ちょっとあるリクエストがあったりして、はい、コメント欄の方に、はい、ぜひ歌ってる姿を動画で撮ってほしいというリクエストがあったので、はい、実は今日梶原優太の部屋のカメラを回してるんですよ。ゆーちゃんカメラがね、ゆーちゃんカメラ、はい、歌の部分だけちょっと公開しようかなと思って、はい、誰が出るかわからないし面白い人に、はいはい、過去一ひどい歌だね。マジで過去一ひどいですね。過去一じゃん。ああ過去一ただちで。どうやった歌ってて。うん、いや、ほんまにひどいなと思いながら。これ、マジで、もう一回撮り直しちゃおう。そんなやったことないのよ。うちのチャンネル。で、中間くんさ、引っ張ったっていうか、はい、引っ張ってるじゃなかったの今日。いや、でも引っ張ってる、引っ張っていくみたいな、あったんですけど、もうそんな余裕なく、うん、もうただ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 、うん、テンパっちゃってなんてね。え、で、何言うの歌今の何なんだ今の。今の歌のが良かった。うん、テンポも良かったし、いや、ほんともうむちゃくもうセッションむずいですね、もうめちゃくちゃ。今度ちょっともうほんと反省会で、あのスナックに一緒に行ってこい、行ってきます。でも、それもまた逆にいいんだよ。はい、うん、ひどすぎるのもいいの。いや、ひどすぎて成立するのもこの遊びだから。うん、はい、遊び言うても出ない。これをね、映像でも残せたのが良かったですよね。良かったよ。貴重よ。良かったんですよ、これ。貴重よ、貴重。これが俗にデジタルタトゥーやから。一生残るで。わー。ワン、ツー。オーバーまさか聞いてる人はあんな感じと思えんけど、カジュアルエイトの部屋で見れますから。すごい、これは面白い。ぜひ近日公開いたしますので、はい、カジュアルエイトの部屋もお楽しみください。はい、そして、来週もおそらく収録でいきますんで、はい、またコメント欄の方にですね、お悩み相談だったりとか、はい、質問など募集してますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで以上、カサクと、トンボと、安武と、ツネと、中野でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、っていうね。はい、実はこんな感じで、はいはい、いつも撮ってるんですけども、はい、ちょっとごめん、俺さ、思ったんだけど、はいはい、うん、ちょっとカジュアルタの部屋のせいなのかなって思っちゃったんだよ。わかる。なんかな、あ、いつもよりマジで硬かったし、なんかカメラ回ってくから、はい、これ見られるって思って、なんか、そう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 、常。いや、これ実は、全く関係ない。シンプル失敗。シンプル失敗。もうタイトルから間違えたな。何やったっけタイトル。タイトル。ハイパースプラッシュファイター。もうこれがもうどうしよう、どう生きようもない。でもなんか今まで言うたら、はい、中野くんは横から助けてさ、誰かと誰かの戦いにするとかさ。そうそうそう、なんかストーリーを。展開を一個作ったら、この常も、生きやすくなるのよ。いや、これ見ても難しいよな。いや、もう何にも浮かばなかったです、本当に。あれ、目の前にとかさ、なんか、入ってくると、今、中野くん結構常の後を追ってるだけやったから。はい。ね。これ難しいな。勉強になるな。勉強し、本当勉強させてください。いや、こんな偉そうに言ってるけど、俺も絶対できない。まあ、誰もこれはね、そうそうそう。でもヒントは絶対俺この歌の遊びは展開だと思う。うん、確かに。セッションの時は。はい。後から後ろから追うと、もう何も生まれないから。うん。うん。なるほど。確かに。な、絶対そうやん。はい。うん。ありがとうございます。ちょっと、もし次出たとしたら、うん。リベンジですね。そうやな。はい。毎回こうやって反省会してます。してねえだろ。反省会してねえだろ。してない。そんな真摯に向き合ってないこのコーナー。初めてやりました。こんな感じでいつもやってまーす。